じゃあ次はハイトニーさん聞いてもいいですか。はい、はい、どうぞ、はい、行きましょう。ハイトニーさんは初めてやったゲームは何なの。いやー定かじゃないけど、まあ多分友達ん家でやったファミコンのアクションゲームとかだよね。ファミコンなんだ。一応覚えてるのはなんかミュータントタートルズのなんかアクションゲームを友達の家でやったのがまあちょっと覚えてるかなぐらいの感じだね。うちにはファミコンはなくて友達ん家にあってみたいな。え、タートルズって今コラボしてるやつ。そうそうそう、あれって大昔からあって。そうそうそう、そうなんだ。え、僕ね、うん、それじゃ今ソロコのコラボめっちゃ嬉しいんじゃないのそれ。いや、そんな別にそんな、 そんな思い入れはないよ。でも思い出のゲームじゃないの。当時アメリカのアニメで流行ってて、でもそれはなんか、うん、もちろん面白かったけど、思い入れって意味ではやっぱりその後の格ゲーとかの方がやっぱりそれはなんか、うん、一番最初にやったかなぐらいの記憶だね、そのゲームの感じだったかな。なるほど。え、格ゲー最初にやったのは多分ゲーセンで小1か保育園の頃か。保育園でゲーセン行ったの。いや、それはいや、なんで言ってたかっていうと小1かな。でもそれ、あの母親と一緒にスーパーとかに行って、母親が買い物してる時にちょっとこれで時間潰しときみたいな感じで500円ぐらい渡されて、今と違って本当にいろんなところにゲームが置いてあったんですよ昔は。あった、ね、ゲーセンが一駅に一つはまずあった。駅のどこにあるのゲーセン。え、どういうこと。え、もう普通に例えば今携帯ショップとかあるじゃん例えば、うんうん、そういうとこはもう例えばゲーセンやと。今よりも多かったんだゲーセンって。はるかに多かったね。今が一番ゲーセンがあるんだと思ってた。いやいや、もうすごかったよ。しかもそうなんだ、格ゲーをするゲームのでっかい台あるやん、あれがゲーセンじゃなくてもあって、おもちゃ屋の前とか駄菓子屋の前とかレンタルビデオ屋の前とか、あったね。とにかくもう、うん、ありとあるところにゲームがあった当時は。そうなんだ。だから別にゲーセンに行かなくてもとりあえず、まあ、駄菓子屋って子供でも行くやん。そこでとりあえず50円か100円あれば格ゲーができるっていう環境やったから、まあ、そこでまず最初に。じゃあ最初ネオジオ。いや俺はストッツーでしたね。スーパーか X かゲーセンでやってみたいな。なんかいいな、私さこの時代に生まれてよかったと思ってたけどさ、うん、いやその時代いいな、うん、あれは結構面白かったね。おもちゃ屋の前に格ゲーが置いてあって、そこでもう子供がうわーってみんな群がってて、対戦台っていうのは当時なかったから横同士で対戦、うんうん、対戦をしない台もあったってこと。そう、一人用台みたいな。あー、2台使って向かい合ってやるのが対戦台で、1台しかなかった、うん、1台が置いてある。対戦できないんだ。そう、でも一応横同士で無理やりすることもできて、狭いけど、乱入していいですかみたいな感じで話してから対戦するからね。超楽しそう。うん、楽しかったね。そこでまあ知り合いもできるし、上の人らとも話したりとかもするようになるし、中学生高校生大学生とかとも知り合いになったりするし。上下関係あったのそれも。いや上下関係は分かんなかったからなかったけど、まあ、でも怒られることはあったね結構やっぱり子供やから。誰に。例えば大学生とかやってて、俺子供やから金ないや、でもこのキャラクター使ってみたいな、俺すごい言ってた。お前が使えみたいな、自分で使えめちゃくちゃ切られたりとかひどいよ、うん、そんな子供に。あでもしつこく言うから、ね、会うたびに言ってたからこのキャラ使ってよと。ガキだからね。ガキやから。そうそうそう。その後にスーハミを買ってきて、おかんが、うん、でそれがストツーターボ格ゲーやったっていう。あなるほどね。めっちゃ流行ってて、その時格ゲーって本当にクラスの男子はまずやってるみたいな感じだった全員、うん、いやまず絶対。ハイトニーさんってさ小学校とかの頃から上手かったの。友達の中では一番上手かったです。だ同学年で集まったら、自分が一番上手かったから、もう基本的にはお兄ちゃんが出てきてた、友達に行った。なるほどね。同年代は雑魚だから。同年代はもう段階があって、まず家庭内にまず一番になる。まずおかんと兄弟を倒すことが最初で、次がクラスメートを倒す、でその次がその学校内の上級生が出てきて、その順番があって段階があるんだね。格ゲーうまかったらクラスで人気者になれるとかあったの。あーでもあったかもしれない。ゲーセン行った時も友達と一緒に小学生ゲーセン行くんやけど、乱入されんのね中学生とか高校生とかに。やっぱやられちゃうやん。でも俺は結構勝てたの、うん、だから友達がやってて乱入されたら俺が変わって最低代行してたの。だから毎回俺は代行してて、そのいやでもウィンウィンで、相手にしたら悪いけど友達はコンビ打線を続けれるって。それでそうだね、対戦は俺だけやって、で俺がいたら向こうも乱入できなくなるみたいな、いけるかもしれないって。それがあったから重宝はされてた。なるほど。友達の100円を守ってたのねずっとね。そう100円守ってた
利用されてるよそれ。いやいや、でも一応俺もあのタダでできるから。確かにね、そうね、確かに、うん、そっか。強くなったきっかけが、俺団地に住んでたんやけど、その団地のちょっと上の子たち、上級生みたいな子と一緒にコンピューター戦やりに行こうぜ、ゲーセン行こうぜみたいな感じで、うん、金みんなないから誰かの100円で遊んでたの、はいはい、100円入れて、ラウンドってあるやん、1ラウンド2ラウンドって、うん、ある順番にやるっていうのをやってて、うん、俺一番年下なんやけど、負けそうなったら毎回俺が最初なんだよ。負けたらもうその100円がなくなるっていうのを毎回俺やらされてた。緊張感ある状況でやらされてたね。でも俺それ負けたら殴られてたの。ひどいよ。そう、使われてるのにミスしたら殴られんの。そうそうそう。でだいぶ同級生とかには負けなくなってでみたいな。確かに、なんか俺ハイタにね、一緒にまあ大会組んだこともあるんだけど、こいつハート強いなと思ってたんだけど、そうやって養われてたんだね、多分。100円が終わってしまうかもしれない、あと上級生が殴られるかもしれないって、ね、ここで勝たないとっていうのが、ね、いやでもほんまにそうね、子供の時お金マジなかったから当然やけど。なるほどね、面白い。有名になったのはきっかけは何なの？有名になったのは、なんかその全国大会みたいなので優勝したことかな。闘撃っていう、昔いろんなゲームでそのゲームの一番を決める大会みたいなのが年に1回ある大会、なんか日本版のエボみたいな感じだね。へー。それに17歳ぐらいの時に出て優勝して、多分そっから有名になったかな。じゃあそれまではさ、ゲーセンの大会みたいなのやってなかったの？ちょいちょいは出てて、でも大会とかなんかあんま興味なくて、うん、ゲーセンって当時いっぱいあったから、うん、家の近くにあるのね、基本的にゲームできるところ。そこでゲームできるのに、それ以外のところでゲームする理由が分かんないっていう思考を持ってて。じゃあにぎわってるところとかは行ってなかったの？うん、地元に対戦相手がいるんだったら別にそこでやりゃいいじゃんっていうのが俺の思考やって、でそ、要するにそのなんか村勇者っていうんやけど、それをなんか村の勇者みたいな少ないところでトップになるみたいな。そうそう、だから俺はずっと村勇者してて、うん、でもなんかヴァンパイアセーバーっていうゲームがあって、そのゲームを地元のゲーセンで入ってたからやってたよね。でそこにいる人がどこどこの、その時大阪にいたんやけど、神戸まで行ったらなんかレベルが高い人たちがいて、そこの対戦会行こうよみたいな誘われて、うん、俺相当ごねたんですよ。いやここでやりゃいいじゃないですか、なんかなんでゲームするために神戸まで行かなきゃいけないんですかみたいな、かなりごねたんやけど、でもそういうの結構熱心な人で、結構あの面倒見てくれて、いやいいから行こうよ、行くぞみたいな感じで、うん、半ば無理やり神戸まで連れて行かれて、でそこで結構そういうコミュニティというか、本当にゲームやり込んでる人たちと出会って、でなんか大会とかも出ようみたいな話になって、で実際その時どうぞ神戸で通用したの？通用して、あ、だから大したことないなと思ったんですけど、そう。行かんでよかったやんみたいな。いや、まあそれはちょっと冗談なんですけど、まあ、はい、それでそういう世界に入って大会とかも出るようになってみたいな。あいみさんもさ、ゲーセンでバイトしたって言ってたじゃん。うん、それもそっから？いや、それはだいぶ後だね。俺はどっちかというと、あのゲームの開発の仕事を一回させてもらって、して。ゲームの開発の仕事してたの？そう、あの全国大会優勝したから。もうそれで結構、うん、あのディレクションに、俺あのそれまで高校行ってなかったよね、その時、うん、でその時ディレクション見せて、ですっごい最初なんか渋い顔されてたの。あなたこれまで何してきたんですかみたいな。でも俺その裏の特技の欄に一応書いといたよね、全部大会優勝しましたみたいな。あ、そしたらもう、うん、あっつってあっつみたいな、採用採用みたいな感じになって、そこで気づいたんだ。それぐらいやっぱり実績が結構大きくて、その時、その全国大会優勝ってそんなすごいんだ。ソフトゲームを作ってる会社やったんですよ、うん、そうなんだ。そうそう、でそれで最初バイトからやらせてもらってみたいな感じで、うんうんうん、でまあしばらくそこで働いて、でその後ゲーセンで、まあでも小栗のみたいな感じです、そのゲーセンに関しては。まあ基本的には客をやっつける、傭兵だよね。そうそうそう、客をやっつけて客の金を落とさせてまた来させるように帰らせる。そうそうそう、それすごいね、システム賢いわそれ。ハイタニは有名だったから、ハイタニと入れたかったら大阪から出ないから、ハイタニが大阪まで行って、そういう奴らをぼっこしてもう一回来させなきゃいけないから、そうやって回ってるんだね、お金は。結構それで自分も名を売ってたってありますね。遠征しなくても来てくれるから、来てくれるのを倒してれば、うん、その人たちが結構広めてくれるから話を。俺もだってハイタニの名前聞いた時に、あ、大将ねえだ、ただガキだろっつって。まあまあそうです、大体それから入るからみんな。そう、大阪からあれ出てこねえ、ただな村優勝だろっつって。で京都に大会があったから、うん、ついでに大阪行くっつってハイタニに行ったら、おー、ハイタニ強いわってなったもん俺も実際。へー、初めてさ、ハイタニさんとここに対戦したのいつなの？20年ぐらい前ですよね、多分。そうそう、大体そう。へぇー、エモ。なんか強いやつがいるっつって、まあどうせあれじゃないのっつって。みんなそれ言うよね、だって、うん、そうなんですよ、基本的に相手のことを舐めてるやつが多いんで。まず舐めるとこが始まるんですよ、あれ。ハイタニさんもそう思って
ってたの僕に。ああ、黒人はしょうもなみたいななんか別に理由もなんもないけどしょうもないなみたいな理屈とか全くないですよ。拳を交われるとああまあなかなか骨があるなって感じがする。そこで初めてだって梅原でさえ俺ら大層ないでしょ別にっつってって思ってたからね全員。いや実際ねやらないと分かんない。へえ。我々のコミュニティが一番強いみたいなそういう村意識があるね。あ、そう、あ、村意識か。そう、名古屋は名古屋でいや、うん、俺ら強いでしょで関東は関東で関西は関西でってあったと思うね多分ね。そうそう、当時オンライン対戦ができないからバトルなのか、ほぼインターネットなかったから情報が少なくて、だからやっぱ地元びいきというかね、やっぱどうしてもなっちゃったね、そうやってね。だから遠征行くとね、結構面白いんですよね。うん、マジで気合える。楽しそう。一回俺その名古屋にやっぱ遠征行った時に、当時多分ここにいなかったんですけど、うん、一番驚いたのが名古屋サードでいるじゃないですか。うん。誰も働いてないんですよ。働いてるやつ一人もいないですね。一人もいない。全員ゲームやってる。無職です。全員無職。全員無職。どうやってゲームやってる？いや分かんない。なんとかするんです。なんとかしてたんですよ。俺はまずゲームのルールとかじゃなくて、それに一番衝撃を受けて。全員無職なんですよ。やばくない？普通に。やばい。バイトもしてないですからね。相当強そうだなっていう。強そうだよね、確かに。強そう。多分10代の時に名古屋初めて行ったんやけど、今でもそれを覚えてます。仕事してる時間なんかもったいないからね。そう。ゲーセンにいなきゃいけないから。20年来の付き合いとか、格ゲーマー結構平気であるし。多いから。マジでエモいね。20年、下手したら30年とかね。いや、なんかそのさ、そういう格ゲー界のさ、なんかファミリー的な感じ、憧れるわな。昔から知り合い対戦してんだぜ、みたいな。オフラインでの友達が今みんなで配信してるって感覚はあるよね。羨ましい。超楽しそうだもんだって。でも、カルビーもそうなんじゃん。だって10年後、20年後に、今遊んでる人たちと多分そうやって、ね、やってるんだろうな。まあ確かに歴史だよね。確かにね。確かにそうなっていくのかな。だと思う。確かに。じゃあもう、ハイトニーさんも超好きだったんだ。ああ、まあそうね。俺は、子供の時からずっとやってて、うん、でもなんかそのやめないとなと思ってんけど、そのうち。まあやっぱ基本的にはあんまいい顔されない趣味やったから当時は。いつ働くんだとかってこと？ああまあとかその要するにいつまでやってんだっていう、その子供がやることをいつまでやってんだっていうのはそういうのあって、やめようやめようと思ってたけど、まあ最後に一回全国大会みたいな出たいなと思ってたのがそのそれやって。あ、闘技やったの。そうそう。でもそれで優勝したからなんかちょっとやる気にまたなってみたいな。それなんて言われたの？周りに。親とかにもさ、まあ、なんかいつまでやってんのみたいなことはやっぱ言われるし、うん、周りからもそんなにわすごいみたいな感じじゃないの。ゲーセン通ってるってこと自体がちょっとみたいな。アホなんだ。そうなんだ。それ自体が絵なんだ。だってその前回の国にも話したけど、もうそのヤンキーのたまり場みたいな感じのところやし、うん、さっきその全員無職みたいなでそういう場所なんですよ本当に。でも演技的にも結構問題ある場所で、うん、そうだね。近い人が風呂入ってないんですよ。入ってないやつもおったな。え、じゃあ臭いのゲーセンって。臭いやつもいた、はい。しかもその人たちと一緒に同じレバーとかボタンとかも使うし、うん、まあ、だから今のプロゲーマー体が強いのは俺はそのおかげだと思ってるんだけど、そこで免疫があ場所が汚かったからってことか。そうそれが結構あると思ってんねんけど。今ってなんて言われてんの？今こんなにビッグになっちゃったじゃん、ハイトニーさん。プロゲーマーっていうのができ始めたぐらいからちょっとずつ変わっていったよね、うん、社会に認められたプロ。応援してもらえるようになったってこと？親とかにも。ああ、まあそうね。まあ親も途中から諦めてたけど、まあよかったねって感じだね。家族も。うん、その仕事ができてよかったねっていう仕事になって。あ、そうなんだ。よかったね。まあ、そうね。だプロゲーマーっていう仕事が本当にできたのが運が良かったっていう。まあ世間的に認知されたおかげで。さ、いつからプロゲーマーなの？まあ8年ぐらい前。すごい長いね。うんまあそうだね。まあそれぐらいから、まあ、ストフォーっていうゲームから格闘ゲームプロができたから、まあその時になった人が多いね。え、待って、ここにプロだったの？プロは1回もやってない。俺の時はハイタニと年が違うからもうね20後半というか30代入ってたのよ。でそこでプロゲーマーになるかならないかみたいなあって、世間がまだ知られてないし稼げる職業じゃなかったのよ、うん、で俺はもう結婚とかもしなきゃいけないと思ってたから、当時も結婚相手もいたから、うん、これは無理だなと思って、俺はゲームはやっぱ好きでやるだけで趣味でいいやってなって普通に就職したね。あ、そうだったんだ。そうしたら10年後にはもうこんな世界になってるからでもまあこれもやっぱりそのハイタニとか梅原とかが頑張ったおかげなんだけど、業界を作った。そうだよね。だから今配信できてるんだもんね。そういうことですよ。私たちもね。私もそうだよ。ありがとう。ハイタニさん、ね、ありがとう。ハイタニありがとう。つなげたら関係なそうだけどな、そこは。でもまあそういうことだよね。ちょっと違った。まだきつかったね、やっぱね。だから国にはプロになる前の活躍してて、プロができる前に活躍してて、俺も結構ギリギリだったかな、うん、俺プロの時20代後半やったけど、確かに30歳ちょっと超えてたりしたらもしかしたらやりたかったかもしれない、うん、当時全然稼げる仕事じゃなかったから、プロにはなれるけど他の仕事と比べてじゃあ給料いいかって言われたら別に全然いい。あ、そうだったんだ。あ、じゃあなかった。
から、でもまあやってみようみたいな感じでやったけど、うん、よかった、やってくれてよかった。ね、よかったね、ハイタニはね。世界が変わったよ。いやいや、ありがとうございます。よかった。ありがとう。そんなハイタニさんは、うん、格ゲーのどこが一番好きなのかな？格ゲーはでもやっぱ、まあ俺キャラゲーやと思ってて、格ゲーは。当時は特にないですけど、昔はあんなでかいキャラが画面にいて、あんなにいろんな動きして、それを自分で動かせるっていうのが当時なくて、キャラがかっこいい。格ゲー全体的に見た目が、うん、そうそう、見た目が、うん、見た目とかモーションとかかっこよくて、でそれを自分で動かせて、しかも勝ったり負けたりできるみたいな、うん、このキャラ好きやからこうやって動かそうみたいなことができたりとか、まあ、それがやっぱり昔かもそうやったし、今でもそういう意味では格ゲーに勝るゲームはないんじゃないかなと思ってるの。で対戦できるっていう、バーンってキャラが出るゲームないよね、うん、FPS 視点か後ろから見るゲームばっかりだよね、うん、TBS だよね、うん、そう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 、うん、確かにそれを言われたらそうだわ。だ好きなキャラとかそういうのをなんかこう一番表現できるみたいなのが格ゲーって自分は思ってますね。それが面白いかな、一番見れるもんな、うん、そうそう、一番見れる格ゲーのキャラクターのボディを、うん、そうそうそう、ボディ見れるね。それが迫力あってやっぱすごい面白いなっていうのは、確かに。さらにその自分の好きなキャラ使って勝つとかそういうのも面白いよね。やっぱ弱いキャラだけどそうやって頑張ってる人もいるしみたいな。あー、なるほどね、うん、弱いキャラで勝った時の喜びとかね、うん、みたいなのもあるし、まあ逆にそのね、うん、勝ちに徹してその、まあ、俺はもうキャラと関係なしに何でもいいから勝ちに行くぜって人ももちろんいてもいいしみたいな、それがぶつかるみたいな、うん、哲学的な、うん、ああいうのもやっぱすごい面白い、その人が出るからすごい、人出るね、うん、なるほど。ハイタニあれなんですよ、バーディーとかいうちょっと汚いキャラいるんだけど、使ってよって言うと絶対だ、はい、汚いって、絶対、いや絶対使ってないですいや、そんなことないけどね、別に使うけどね結構まあ割とそうだね、意外、ああ結構気にするね、キャラとか声とか、あとゲームのその音楽とか、うん、そういうのも、それで結構ゲームの好き嫌い決まったりとか。あ、そうなんだ、うん、え、最初に使ったキャラは何、かっこいい感じのキャラなの？一緒に使ったキャラはもう覚えてないエロいキャラとかけど、あーでもその子供の時は女キャラを使うとすごいバカにされてたの。いや、あったあった、それあった、うん、あったあったあった、子供の時は男のコミュニティだから女キャラを使うとなんかそのエロいやつみたいなって見られるお前ドエロじゃねえかみたいな感じで、そういうだから隠れて使わなきゃいけなかった、エロキャラは、そうそうそう、女キャラを、うわー、そうなんだ。ゲームセンターで公で使うなんていうのはもう絶対できなくて、できない、子供の時は無理だったね、できない、あー無理だったんだ、お前見てんだろ、思春期だからか、思春期だから、そうエロいって言われると俺恥ずかしかったからね、思春期はね、そうね、じゃあ本当は使いたかったの、心の中で、そりゃ使いたかったですよ、まあ家では使ってたね、だから、うん、まず見たいじゃん、揺れてるとことか見たいじゃん、その表現キモいかも、ちょっと、いやもうキモいんですよ、なるほどな、はい、いやすごい歴史があるんだな。でもね、カルビもね今まさに歴史作ってますけどね、なんかそんなことないっすよ、いやいや、ソシックスの歴史はカルビの歴史って言われてる らしいからね、うん、ハイタニさんが言ったやつ、俺が言った1回だけなんですか、1回だけね、多分俺しか言ったいと思うんですけど、なんでそれって言ったの、ハイタニは、いやでもやっぱりリジェクトファイトナイトのソシックス発売して一番最初の大会からその時本当初心者だったじゃないですか、確かに確かに、そっからずっとやってどん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 上手くなってるから、うん、でもそれは本当で、うるせえ、ソシックスの歴史はもうカルビ選手の歴史ってのもマジそうですね、そのじゃあ歴史に俺とハイタニもちょっとは携わってるんだ、嬉しいね、なんかね、嬉しいねそれは ね, ねいやこれからも歴史を築いていこう、そうだね、うん、はい、みんなでな、みんなでやっていこう、みんなで頑張ろうぜ、はい、ということで本日のリジェクト TV はここまで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします、次回もまた見てね、さよなら。